笠見静香の赤坂カッペナイト。ということで赤坂カッペディアム今年2019年初ライブでございますわ。これ配信してんの？配信じゃないね。はい、動画です。今日も盛りだくさんの人たちが、ウェーイ、はい、みんな顔が入ってない、ウェーイ、こっちアップしてるよ。今日はね、蜂に刺された人がいたりとか、なんかね、ちょっと お腹大丈夫みたいな人とかね、たくさんいろいろいるんですけれども、もうここに来たらもう皆さん絶対食べてほしいのがこちら、デデーン、カレー。ちょっとハートが分かんないな、ちょっとここせろよ。あ、分かった。しかも大盛りということで、このもうね、あのカレーは、私はここに来てカレーが飲み物っていうことはね、やっと分かったんですけれどもね、この店はですね、とりあえず入ったらまずとりあえずビール、バーなんですけれども、とりあえずビールじゃないですか、普通バーってなくて、とりあえずカレーみたいな感じ、普通にしますか、大盛りにしますかって座ったらまず聞かれるので、皆さんそれを分かっといてくださいということで、じゃあ早速一口いただきたいと思います。なんか久しぶりに食レポするな、私。うめんだこのカレーが。またどうしよう、大盛りだって。もういただきます。あ、今ちょっとまゆこさんがうずれそうだったけど、まゆこさんのね、ほんとおいしい、ほんとおいしい。あー、なんていうんですかね、甘いんですよね、ここのカレーは。おいしい。なんかその私甘いカレー多分絶対好きじゃない人だったんですけど、なんかその甘さが違うんですよ。なんかこうフルーツみたいな、野菜とフルーツのなんか甘み、うまみがぐっとこう溶け込んでる感じね、めっちゃうまいんですよ、ほんと。そう、甘いんだけどスパイシー。さすが、やっぱ違いますね。うまい、ほんとにね。これはマジでいつも秒殺で食べてしまうんですけれども、さすがに私大盛りはダメだと思うぞ。ダメだよ、大丈夫だ。大盛りって気づかせたことがない。確かに気づいてなかったら絶対食っちゃいましたね。それ言えてるな。もう本当の私ぼちぼち食べれるんですけど、ご飯はね、あんまご飯物はちょっとあんまりなんですよね。麺類がね、やっぱ強いので。麺類強いよ、ラーメンで。はい、ラーメンは6玉食べたことありますんで。6玉替え玉で、替え玉6玉すごい。2回やってます、しかもそれも2回。はい、あとは王将の大食いチャレンジで3杯分をスープまで飲み干したらタダってやつがあったんですけど、それやったんで、でも完食。でもね、ちょっと最近あんま言ってなかったんですけど、餃子をね、食べ放題じゃない、男性は100個食べたら無料でしたっけ、あれ無料な、無料でもちょっとあんま燃えないですよね。1万くらいもらえるんだったら頑張ろうねえ、やっぱぜひ。ちょっとそれがね、あれなんですけど、女性は50個食べたらタダになるがあるらしくてですね、ちょっと誰か一緒に行く人いないかなと思ってね。男性100個ね。本当になんかここのカレーのね、危ないところはですね、噛まないで飲んじゃう。本当に飲み物になりますよね。すごい飲んじゃうんですよね。残り5分だそうです。フードファイターなんてやるからね、番組。あ、やっぱりやってるんですか。フードファイター普通にやるからね。ちょっとね、大盛りはさすがに私ちょっとスピーディーに食べれなかったんですわ。みんな拍手もね。でも本当に食べれちゃう
のがね、食べれちゃうのがね、本当に嫌だよね、もう。すごいなぁ。すごい。もちろん、せっかく。やっぱり、やっぱり。頑張れもちろん、なんすか、これ。マジでフードファイトになってきてるよ。負けろんか。追い込み、これをお渡し、こんなはずじゃなかったのに、これをお渡ししてということです。神様からの恵みがまいった。これはちょっとさあ、ラスト二口。やっぱね、ちょっと男たるもの、出されたもんは全部食うと言われてますんで、いただきます、最後の一口。何これ、何これ、なんでこんな人んだよ。こっちあげると、はい、もう、ここでね、大盛りを食べるとみんなからの拍手がいただけますのでね、ぜひ皆さん、ぜひね、あの、今日はまだ大盛りだった、確か特盛りもございましたよね、きっとね。あ、そうだったね、はい、少なめ、普通、特盛り、あ、大盛り、特盛り、多分、特特盛りとか言ったら、まゆこさんは何でもやってくれると思いますのでね、はい、ぜひ遊びに来ていただければ、皿、そうそうそう、皿がない、そういう場合に2枚で食べたらいいんじゃないかな、ね、2枚ぜひね、チーズバーガーって言ってた、鍋ごと鍋にカレー、皿にご飯なんかもうここまで来るとあれですね、あれになっちゃいますから、うん、はい、ぜひ、あ、ちょっとごめんなさい、まゆこさんが映る、あ、まゆこさんが映る、あ、まゆこさんがね、はい、あの、まゆこさんが作った美味しいカレーもぜひ食べに来てください。ぜひぜひ、君もフードファイトにチャレンジしてくれ。違う。違うね。じゃあね。待ってまーす。あ、動いた。ちょうど壊れた。